いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がりいた。今夜していて笑った。明かりもない道を
間違いなく言うそうやすみません、1行目がちょっとすごい間違えましたすみません、改めて、チキンタッサマフおろしですまあ、すみません、この変なバンド名の名前は、まあ、今日の朝思いついた、この子が思いついたんですけど、いや、ただ朝飯に1階のマック行った時にチキンタツタワ風おろしを食べてあまりにも美味しかったのでバンド名にするって言われたんで、じゃあチキンタツタワ風おろしでお願いしますって言ったら、部長の彼がよしやろうと、いいな、そして今さら後悔していますかなり恥ずかしいです。インパクトないよそうなんですね。え、どっかの高校かなんかですか。高校はあの姫路よりもちょく行ったのかな、市川高校、うん、まあちょっとはいからあのまあ最初は部活動というかあのギター同好会中からバンドを組んで、そっから始まったみたいな感じなんですけど。え、何年生ですか。3年生です。先輩です。まあまあそんなお見苦しいところは週に1回座禅が。あ、明日座禅行くか。お前今思い出した、明日座禅や。今どうしよう、忘れろ。セットラインの俺ボーカルはいつも授業中あの曲聴いてるんで、多分明日戦えるでしょう。俺曲聴いてない、それ2年の時。いや、うん、iPod いじっとけ。いや、それはだって、うん、それはあの窓際の完全的な、うん、完全犯罪が可能な場所やから。いや、俺が見ておかれていい。ごめんあ、どうでもいいんで、次じゃあ、小さな恋の歌歌ってみたいと思います。ちょっと待ってね、一つよね、こうやって俺歌うかな。先輩やな、歌ってください、お願いします。わからないんで、お願いします。本田ちゃん、はい、はい、どう見た、はい、あ、部活楽しい。どういう聞く。いや、楽しいかな、思って。楽しい、いいな、最近行ってね。俺クソ暇やね、ほんま面白くない。大会前の人とか思えへんで、俺してると思う。ああ、確かにそうやな。座禅をテストやな。何か気になるとことかあれば、ご質問とかあれば、その目の前に用意してあげるか。お前以外に誰がおるんじゃ、この人。軽音楽部じゃなくて、ギター同好ギター同好会です。軽音楽部はないの。ないですねサークルみたいな。そうですね、すごい。もともとあの入学当時部活動紹介ギター同好会やって、どんなんやろって部活動紹介の時に楽しみにしてたんですけど、あの部員ゼロのなんか部活動場所も見てということで、まあ、僕ちょっと先生に言いに行ってから始まったんですけど。へー、で部長。はい、一応すごいな。で、部員が今もう10何人。いや、俺知らんがい、俺まずギターじゃないし俺運動部やしそれ言うわ。文化部ですらないで俺。あ、だからボーカルだけが今日招集され応援しに行くって言ったら、じゃあお前ボーカル来いと。で、その場のノリでうんって言ってしまったのがちょっと後悔しているっていう。いきなり現場へ連れて行かれ、はい、で、そのノリも、あ、ちょっと待ってください、俺がなんか悪い言い方してみたいな。いや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 、いや、まあそれで部長 OK よ。ありがとうございます。無茶ぶりが OK。しかも無茶振りそれだけじゃなくて、もうこの曲俺知らなかったんですよ音すら聞いたことなくて
俺と一緒の立場俺もバンドってそうだから、あ、無茶ぶりばっかりさせて、無茶ぶり最悪っすね。剣道を考えてほしいです。俺なんてさ、椎名林檎やれって言われるんだよ。それはちょっとハードルがすごい。無茶ぶりだよ。あ、もののけ姫。ちなみにギターなんかやってるんですか。まあ、俺ギター、俺初心者です。こんな初心者ですけど。ギターボーカル。おお。俺はもはや初心者ですらないからね。枠外。本田さんギターオッケー。じゃあ小さな声の歌。あの昨日本番前にあの小さな声の歌のサビの声が2人とも出なくて、夜あの公園行って2人で大声で2時ぐらいですね。そう、2時ぐらいに。で成果は全くなしですというわけで聞き苦しいですか、聞いてください。広い宇宙の数ある一つ。